するをやめて大丈夫ですか？精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原城ヶ崎海岸からお届けしています。今日は質問いただきました。トッキーさん、54歳、男性、14年くらい抗うつ剤サインバルタ2錠を服用しています。最近風邪で寝込み、数日服用を忘れていました。風邪が治り1週間様子を見ましたが、気分の変動もないのでそのまま服用をやめたいと思います。医師には予防のために服用するように言われております。これからも継続した服用が必要でしょうか？抗うつ薬の場合っていうのは効果が出るのにも2ヶ月3ヶ月かかったりします。逆に言うと、薬をやめたからといって1週間2週間で急に悪くなるかというと、悪くなる方もいらっしゃるんですけども、悪くならない人が多くて、もうちょっとやっぱり何ヶ月かしてからですね、悪くなる人っていうのが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。だから今1週間薬をやめてますけども、調子が別に悪くなりません、薬飲まなくても大丈夫ですよねっていう理論は全く完全にウルトラスーパーに間違っています。そこは注意した方がいいです。1週間睡眠薬を飲まないでも眠るようになりましたっていう質問であったら、うん、やめても大丈夫ですよと。なぜかというと、睡眠薬は飲んですぐ効く薬ですし、累積してですね1週間飲まないと効き始めないという、そういう薬ではないので。ですから抗うつ薬っていうのは、そういうふうに効果が出るまでに時間がかかる分、やめたからもうしばらく効いてるわけですね。それはね、だからそういう性質っていうのがありますので、注意していかないといけませんね。そこで薬をやめるやめないっていう話をちょっとしたいと思うんですけども、うつ病の場合ですね、もし薬をやめたらどうなるかっていう統計があるんですけど、3分の1は何ともないです。再発しない。3分の1の人はすぐ悪くなる。残りの3分の1がさっき言ったように数ヶ月とか、あるいは3ヶ月、6ヶ月、あるいは1年以上経ってから悪くなるという、ちょっと時間を置いて悪くなるというパターンですね。つまり薬をやめると3分の2が再発するっていうデータなんですね。ただそのどれだけの期間維持療法って言いまして、精神症状が安定してからしばらくの間、普通は半年1年以上維持療法をするので、維持療法期間が長くなればなるほど再発するリスクというのは減ってまいります。この患者さんの場合ですと、もう14年くらい薬を飲んでいるということなので、かなり維持療法期間が長いのでね、薬をやめるという選択肢もなくはないんですけども、薬をやめると再発するリスクというのは少なからずあるわけです。維持療法長くやったからといっても。なのでサインバルタ2錠というと、そんなに多い抗うつ薬の量ではないのですね。なので、もし私があなたの立場であったらば、私だったら飲みます。再発させたくないから。ましてや今仕事とかをされてですね、ある程度社会的な活動をしているのでしたら、悪くなったらやめなきゃなんないよね。最悪、例えば今普通に仕事ができている状態であっても、休職したり、あるいはやめなきゃなんなくなる。そうすると、せっかくここまで積み上げてきて良くなったものが全部失ってしまうということなんですね。だから患者さんとしては、とにかく薬を減らしたいです、薬をやめたいですっていうことをよくおっしゃるんだけども、最悪のシナリオという部分を考えた場合、薬をやめて2、3ヶ月後に症状が悪くなり、今やってる仕事もできないぐらい悪くなってしまい、仕事もやめなきゃいけない、さらに元の症状に戻るまでに半年1年かかるっていうのが、ある意味最悪のシナリオとしてあり得るんですね。そこを考えた上に、じゃあやめますって言った場合、例えば今飲んでてね、何か副作用がすごく辛いですとか、そういうことであればまた別でしょうけども、飲んでても特に何も副作用も感じない状態で症状も非常に安定してるって言ったら、これは素晴らしいことなんですね。私が主治医であってもやめない方がいいですよ、できれば飲んでほしいですねというアドバイスをすると思いますし、自分が患者さんの立場だとしてもおそらく飲むと思います。ということで、うつ病の 50% から 60% が再発するという研究もあるんですね。寛解まで行ったとしても道半ばの半分までしか来てないと考えられる。再発させないで10年20年いけるかどうかってところがとても重要なので、私は慎重に慎重に考えていた方が結果として患者さんのためになるではないかということで、あなたの主治医と同じようにできるだけ薬をやめないで飲んでほしいなというのが私の考えでございます。